はい、こんにちは、しろぼです。こんにちはっていうか、はい、ずっとですね、あの明けましておめでとう動画を作ろうかなと思ってて、全然作れてなくて、編み物をしてたらこんなね、日になってしまったんですけど、はい、まあとりあえず今年初めての動画ということで、皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。今回の動画はですね、私が今年2022年の初めて見た、日の出と夕日動画になります。うん、なので今画面に映ってるやつは、これなんと2022年1月1日に見に行った初日の出の動画になります。本当はなんかその日のうちに出したかったんですけど、うん、その日のうちに出す予定だったんだけどな、なぜかね、こんな時期っていうかね、こんな日になってしまいましたね。まあはい、これがね、奄美大島の初日の出だったということで、4倍速だったかな、3倍速か4倍速でお送りしている次第です。奄美大島はですね、皆さん知っての通り、雨と曇りの日がすごく多い島で、冬この時期は特にそうなんですよね。なのでだいたいですね、あの1月1日すごいすっきりした日の出を見ることなく、こういう風に曇りの中、なんかちょっと雲の隙間から見れたらいいなみたいな日の出が多いんですけど、まあ今年はなんかちょうどお日様が曇ってる空のちょうど隙間に出てきてくれて、こういう風になんか神秘的な感じの日の出となっていました。うん、なんかね、去年もこんな感じだった気がする。お日様が雲の隙間にちょうど来て、ちょっと光をね、漏らしてみたいな、ちょっとっていうか結構隙間から見える光って強烈に感じますよね。こうパーってスポットライトっていうか、スポットライトではないな、なんかパーってね、なってる感じで、うん、なんかね、なんか降臨してきそうだなみたいな、そういう日の出でしたね。なんかちっちゃい時は日の出すごい晴れてる、なんか珍しい感じの、奄美にしては珍しい感じの日の出も見たことがある気がするんですけど、うん、全然ないなテレビで見るような、なんかなんだろう、もう、あ、本当にお日様昇ってくるみたいな日の出はないですね。いや、でもこれはこれで美しいですよね。なんか海にほら太陽の光がね、道ができてるかのような、うん、道ができてるかのような初日の出ですよ。なんかちょうどこの隙間に来るっていうのも、なんかちょっと太陽空気読んでんじゃんとか思ったりして、私は結構うん嬉しかったんですけどね。息子と一緒に見てたんですけど、息子はまだ、うん、初日の出そこまで感動するとかはないみたいですね。まあでもそれは仕方ないな。私もそこまでなんかこう撮りに行かなければそこまで多分見に行ってなかった可能性はすごくありますね。うん、撮りに行くからこそじっくり見てるところはあります。でもだからこそね、こういう美しさにね、気づけてよかったなと。うん、まあ今年一番の初日の出は神秘的でしたということで、はい、そんな感じです。で、次は夕日ですね。まあこれも綺麗には落ちてないんですけど、なんかね、山の方に落ちていくかなと思って、こう冬にして晴れてるから行ったんですよ。これはね、瀬戸内町のなんだ、由比岳じゃなくて、由比岳展望台の下の方、高知山展望台かな、うん、だったと思う。なんかね、カタツムリみたいなくるくるした作りの展望台がありまして、そこに見に行きました。うん、もうなんだろうな、
瀬戸内町の夕日見れる場所を知らなくて、どこに落ちるかちょっと、まあアプリ見ればいいんですけど、こう夕日がどこに落ちるっていうアプリがあるからそれ見ればいいんですけど、ちょっと いまいちねそれ見てもそれ見てもね外すっていうなんかよくわかんないことをし続けてるので、ちょっとあれなんですけど、見たところでなんですけど、まあここだとちょっといい感じに綺麗に見えるかもしれないと思って行ったんですよ。まあはい、案の定美しい感じの夕日でした。うん、何がいいってこのね、この展望台自体は、1階、2階、3階、4階くらいまであるんですけど、ここは3階で撮ったんですよね。この4階で撮ると、この目線よりも上でね、見れるから、なんて言うんだろうな、まあ、空の配分が多く、ね、まあ、もうちょっと上からの視線で見れるんですけど、でも私はこの3階で見るのが、結構あベストだなって思って、なんでかっていうと、このなんかまあちょっと見えないんですけど、このシダなのかな、シダがここの左側にあって、なんかこうシダと一緒に見てる感じがすごくなんか良くてシダと一緒に見てるっていう表現の仕方がちょっとハテナなんですけど、自分で来てもちょっとハテナなんですけど、でもそれがすごく自分的には良かったんですよね。うん、だからここが自分的ベストポジションです。なんかね、風もそんなにないから、こう倍速で見てもあんまりわかんないですね。これ落ちてるんですよ。うん、ゆっくり落ちてます。これでも倍速で落ちてますね。空に雲もなかったから、雲がねなんかね、こう下の方に溜まってたりするんですよね、なぜか。なんか上の方全くないのに下の方に雲溜まってるみたいなこと結構あって、この日もそんな感じでしたけど、まあ今年初めて見た夕日は、うん、こういう風に美しい場所で美しいね感じで見れて、うん、お得でした。奄美大島やっぱりいいなと思った次第です。いやー、そうですね。まあ今年のね、なんか今年はこれがしたいなっていう話をしたいなと思ってた動画だったんですけど、それはまたまあ別で撮るとして、今日はこの辺で終わるんですけど、うん、そうですね、今年もなんかはい、ゆるゆる、なんか最近編み物ばっかりしてるから、ちょっと編み物の動画に偏っちゃって、別のチャンネル、編み物のチャンネルやってるからそっちの方偏っちゃってるんですけど、こっちの方も景色とか生き物とかちゃんとね、はい、載せていけたらなと思っていますので、今年も2022年もよろしくお願いします。お、夕日落ちちゃったね。うん、夕日落ちた空も綺麗です。ではまた、さよなら、ありがとうございました。